そのワンシーンを一日中かけて撮ったりもするじゃないですか。でもそれをドラマでやってしまったらいつまでたっても放送ができない、撮影が終わらないってなってしまうので、やり方は違えど伝えることとか私の思いは変わらないです。うん、女優っていう仕事の魅力。はい、うん、篤姫が終わって打ち上げをしてた時に、なんかみんなに私は守られてたんだなっていうことをすごい感じたんですね、うん、でこんな風に一つ一つ作品に関わるごとに守ってくれる人が増えて、私が守りたいと思う人も増えて、なんかそうやって大事な人がどん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 家族みたいに大事な人が増えていくことが、この仕事をしている上での醍醐味というか魅力だと思います。宮崎あおいのザキっていう字って難しいじゃないですか。実は出てこないですよね。宮崎のザキと違うじゃないですか、はい、僕のパソコンで打つと、打てるんだけど、それを携帯に送ると、うん、ニコニコマークになるんですよね。知らない。宮ニコニコあおいになるんですよ。ニヤニヤした変なキャラクターが出てくるんですよ。すごい、結構裏技ですね。そう、ただまあほら笑顔とかね、家族とか、うん、みんなを元気にっていうことが文字化けに現れてるなって思うと同時に、テレビや映画のスクリーンからやる気をもらうってなんかいいなと思うんですね。ただみんなニコニコするだけじゃなくて、いや、でも今日実際すごい元気になりましたよね、うん、みんなうん言ってるし、すごく元気をもらえる存在だからみんなに求められるんだなって。今日はどうもありがとうございました。本日のゲストは女優の宮崎あおいさんでした。